じゃ、いやマジ、俺、日本語楽しいんだよな。俺の中では、日本語の、あの知識が飛んでくる時、マジで、一番正を実感します。分解、正解。同じ解じゃない解。韓国のスーパーガチムチ有名な、あの、漢字ですね。漢字漢字外出を許す。俺の話じゃん。俺、久しぶりに、自分の漢字の実,実力が今、どのくらいなのか、ちょっと試してみたいんですけど。小学校五年生の漢字を、ちょっと読んでみたいですね。 1>, 1番最初の漢字読めないヒント同じやすキーさん司会を任せるこれあのー、MC ってことですかおっしゃいやじゃあ2番いきますね薬のあの作用法削は不作用じゃないいやでも「不じゃないんだよないあれはとにかく前に「約する」は薬が効くって話っぽいけどな負けたいや5年生マジで強え副作用ですかえ服って当てましたか 薬の副作用が見れるえ見れるじゃないんだ。現れる。あの対象がなんかこう出てくるイメージであってますか敵が現,現,現れましたみたいな。なんかさ、俺一人で感じの勉強じゃなくてさ、み,みんなとなんか一緒に配信でやってみたら、これに比べていろんなそのワーディングを教えてくれるんですよね、皆さんが。この感じてそんな感じですか、うん、この感じてそんな感じなんだ。どうすか、今のライブ俺めっちゃよかったと思う 3番いきます何かの大会に出場する何の大会だラズさんたちみたいなイケメンたち選ばれた者たちインターナショナル国際大会に出場するあこれ才ですかへえー、この漢字他他にもなんか使われます実際の才ってこれなんだラズさんは実際イケメンです4番いきます 彼は態度が大きい変態の態じゃないですかこれですよね俺変態で見たことあるそうなんだよなこれ変態の態なんだよな5番犬のうんこは苦,苦くてうまいというそのうちのリスナーの方がいらっしゃるんですけど正解ですからじゃ6番いきますね犬の何かの種を探す主を探すてかこれ読めないなこれ強すぎじゃないこいつのせいで今エントリーができませんもうほぼ オーメンのモック一緒立ててるイメージあるわいや何ならもうハーバーのあれだハーバーのモックの中でもうガチショッティマッチももちゃんとどうしてるの遊んでます動物を飼う飼うあれ飼うですか確かこれあの右のやつ飼うじゃないですか犬の飼い主ですかへえ主ってあの主って意味ですかじゃああのお主はのそのお主ってこの主ですかもしかしたら おおそうなんだいやマジで俺日本語楽しいんだよなどっかで聞いたことあるその単語がさパズル見たくなんか全然関係ないなんか俺の中での日本語のあの知識が飛んでくる時にマジで一番精を実感しますじゃあ6番いきます友達のにかえを書くおいしいそれぞれの漢字を読んでみて「に顔絵」です「に顔絵」じゃい ちょい来ますね出で,でん出で,でん行きます似顔絵ですよしキャリア出すナイスモックナイスフラッシュナイスワーディング結局似顔絵って何の意味ですかこの犯罪者は確かこんな顔をしてた気がします。さあ、これです。これが似顔,似顔絵です。じゃあ7枚いきます。に降格するこれなんか久しぶりに綺麗に読みましたね。は俺、降格って言いましたご 合格だからさやっぱちゃんと勉強した方がいいですね。街角で発音するのをずっと同じことを繰り返すからランンクダウンってことですか合格はそのパスするってことでしょランクアップってことでしょ合格はランク落ちなんだ。ん逆合格がランクアップ合格がランクダウン合格はあのランクアップですからなんですよ。一発で5をしてたから合格ですね。よしこれで忘れない。 8番いきます。愛情を込める。込めるって何の意味ですか俺の中でのイメージだとこうするって何ですかこうするインプット。うんうん。くら俺の愛情。これですか俺を愛しろって。インプット。さあアップとは。こないですよね。マガジンに玉を込める。これ合ってます合ってる。オッケー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 。込める。 タルコフでなんか聞いたことあったな。さあキ番いきます。キ番はえっとこれ画像ですね。ちょっとアホみたくなんか見えるかもしれないけどちょっとわざとちゃんと発音してみますね。画像って合ってますか？え？画像は合ってる。マジ？画像画像画像どうすか？ガゼウガゼオスを加工する。よしガゼオスで行きます。 10枚いきます来た読めない漢字これなんか本当に申し訳ないんですけどこの漢字ってなんかちょっと腕をこう開いたらさここの K みたいですねなんかすごくこれ俺知ってますエレパンツですなぜなら俺将棋で見たことある韓国で俺がやってたそこの将棋にこのマークがあります象の花は長いどうすか米を作るマシンってなんて言いますかなぜならうちの家のそのあれジョージルシーのあれですよね高かったな ジョージ・ルシジョ,ジョージ・ルシ3歳のえー、っと炊飯器ですよねジョージ・ジョージ・エイジスリーのあれなんですよじゃあ11枚いきますこれ機械を分析するじゃないですか機械どうすかえ惜しいまた惜しいの分解するです分解正解同じ「解」じゃない「解」でも今優しくなんか機械ってこう並んでるんですけどこれ「木と「解」はあのその「 順番逆にははも俺なんかからないかもえマジっすか <laughs> ダメでしょ12番いこうか日本の何かはすごい日本にすごいものなんかめちゃくちゃあるけどなこれどうしよう日本の何がすごいんだろうまずはね飯がすごいですあと電車もすごいしゼータもすごいんだよなあとお寿司も大好きだしもうわかんない何でもすごいただちょっと技術これ 木と術じゃないですか？技術おいマジかよ。なんでずっと欲しいのよ。技 <laughs> 術って言った。はい、奇術って言いました。これも,もしかして義ですか？あマジでえー、13番いきます。スパイギアをあ違う。これ巨人じゃないんだよな。大事ですか？<laughs> 難しいす、ね。このジってさあの他に使われるところありますか？ ケイチは繁盛の歌手になる違うケイチは繁盛のパートナーになる一緒にパートナーって軍隊に行こうぜ14番いきます何かの夢が実現するこれは長年って言うんですか長年の夢が実現するそうなんだこれマジで難しいですねケイさん日本に来る時に行ってたよねえどこですか たわ俺,俺の長い長い夢がやっと叶える瞬間が来ましたって言ってたけどその長年なんだこれが <noise> 刺身に蝶々鶏醤つける時も言ってたよ <laughs> マジで日本の寿司にチゴチュジャンつけて食べてみたかったな <laughs> いやもうダメだ今日の晩飯は寿司ですちょっとスーパーで寿司買いに行ってくるわさすがにちょっと何時だ今19時か19時半なら半額セールやってるから多分ちょっと寿司ばっかり買いに行くわ15番いますこれ金魚ですね 金魚をさあ、エをあげてさはい、大きくなれってする行為じゃないですかね、これ飼育するすごいけど惜しいですかなんかずっと外れるんだよな飼育って言いましたそう言いました育成の育って言いました育飼育正解ですかあ、じゃあ合ってましたよし、ありがとう16番人に何をかけるんだ、一体俺が知ってるあの漢字はこれしかないのよ見てくれ、みんな 俺はあの漢字を見たことあるんだよ多分このスーパー超でかい漢字これ,こ,れこれ見たことあるけどなこれなあの韓国語ではジャンですねジャン僕絶対これだと思うけどなマジで韓国のスーパーガチムチ有名なあの漢字ですね感情繁盛繁盛を信じる人に情景をかけるもう一つの読み方マジかよ繁盛は忘れろ なんだ、班長忘れないお、俺だけ、もう、これはもう、上けるって。言うわ、これから。これ、無理ですかこれ、相手、いもたるですか?。まだ、俺には早かったのか?。アセンダント、こう、強いっすね。ちょっと、教えてくれませんか?。情けですか?。情けを読めない、自分の姿が。情けない。皆さん、ど、どんな気持ちで見てるんだろう?。今さ、一話から二十番まで、全部読めるでしょ皆さん。俺だったらさ。俺みたいなやつの配信見たら。俺、絶対さ、もう、我慢できないで、でもう、全部タイプしてる。十七番はね、こ、こ、これなだよ。 かっこりこ,これだねちわちわはねこれで読めるのよそれ抑える君たちマジで偉い神の国です日本は17番はえー、っとちょっと俺早く行きますこれ調査キャンプの調査調査ですね調査兵団心臓を捧げよう対象となるどうすかやっしゃいはいどりゃでも調査の対象になるじゃないですかあどっちもいいですかどっちの方がもっとナチュラルですかこっちの方ですか 話し言葉ならにですねでも書くならとですか18番いきます18番はですね何かのこれ水で読んだらトラップなんだよなこれ氷なんだよなこれ溶けるのとですか氷と何かのけるって俺溶けるしか知らないんだよな今溶けるじゃないことを知りましたあれ全部溶けるですかもしかしてヤバすぎだろこの感じだとなんかカエルたちが入ってるあれが何でしたっけなんか俺勉強したんだよな 前勉強した時にあれでしたけどなんかその入れみたいな話したいという意図なんだっけ移動うん移動じゃなかったんですよね。池池です池に池ってなんかザザレしてたんです記憶があったんですよね。19番いきます。これね、小学校5年生たちはもうマジ、いかれてるな。強すぎだろう。復元するってことは、これ修復ですか復活復興復興ってやってますか復興 じゃあ,あとこのディジェスターなんですよディジェスターそういう地震とかなその台風みたいなあれなんですけど俺いつもさこれが言いたかったのになんかそのこれ言えなくて適当になんか言ってたんですよね今まで,で今日なんか逃げれない災害ですかじゃあ20番いきます20番はですね外出を <laughs> 何なのよこんなシンプルな話でちょっと分かんない感じ入ってるんじゃないか 左かわか,からない許す許せないでちょっと思い出しました外出を許す俺の話じゃんアイアンサイト20発で20発全部当たったから外出を許すいつかに戻りな軍隊で外出を許すあれだ